ジャミルという新ツムが最近登場しましたよね。このツムのスキルって新しいわけじゃなくて、過去のエミューランドールのスキルと一緒なんですよね。じゃあどっちが強いの？ってなると思うんですけど、この2人の仕様って細かく比べると多少違うので、一概にどっちが上下とか決められないんですよね。ってことで今回はそういった同じスキルなのに共存することができている神調整ツム5選ということでやっていきたいと思います。まあ細かいところで全員同じスキルっていうことでもないんですけど、まあちょっと目をつむってください。というわけでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず先ほども名前挙げました、ジャミルとランドールです。両方とも毎ツムが効果時間中周りを消すようになって、さらに最初になぞったサブツムをつなぐことができます。何が違うのかという話なんですけど、ジャミルはこの効果時間中にプラスコイン補正があります。その代わり効果時間中に貯めるジャミルはスキルゲージにあまりたまらないです。ランドールはプラス補正はないですけど、効果時間中にたまらなくなるよっていう仕様がありませんので、すぐ次のスキルを発動することができますし、ランドールはジャミルと違って最初になぞったツムにしっかり変化してくれるので、ジャミルと比べて盤面上の情報が分かりやすいです。まあ、どちらも長所がある、いい差別化ができてるツムだと思います。2人目、リドルとアクアです。比較的これは有名かと思います。2種類になって片方のツムは周りも消します。リドルはアクアと違って1回目の盤面が固定、アクアはそういったのがない代わりにゲージを溜まると追い打ちで消去します。というのと、リドルは最初の盤面が固定されるので繰り越しをしてこう盤面が崩れてしまう危険性がありますが、まあ、アクアはそれがないというのも差別化ができていいと思います。続いてアナキンとオビワンです。まあ、この2人のスキルはライン上にツムを消すよっていうところが共通していまして、まあ、明らかに2人の関係的にも、まあなんか個人的に意識して作ってるよなっていうところがあったので紹介します。まあ、このツムってまずアナキンが、まあ、何も補正もないし、まあ、一応スコア補正が 一応あるんですけど、まあ、コインに関しての補正が何もなくて、でスキルマックスになると必要ツム数が14と、すごく軽いのに40消去以上出してしまいます。でオビワンは逆に必要ツム数がスキルマックスで19と、まあちょっと多い方にはなるんですけど、その代わりタイムボムを作ることができるっていうアナキンにはない性能をしているので、まあアナキンはすごく簡単にお手軽にできる、でオビワンは玩人向け使いにくくはなってる。その代わりタイムボムを出すことができる。時にはアナキンを超えるコインを叩き出すことも可能となっています。次はムーランとフリックと王子、3種類紹介します。まあ、このツム全員、まあ、相方となるツムを召喚して、まあ、ロングチェーンができる、まあ、変化系のツムになるんですけど、まあ、全員に共通して言えることが変化数がまあ22、ただフリックだけ変化数が23と1個だけ多いです。ムーランが必要ツム数が他のツムと違って12個、他のツムは14個なのにムーランだけ12個です。王子に関しては必要ツム数が少なかったりとか変化数が多いみたいなのはないんですけど、変化した白雪姫がサブツムとして育つできます。まあ特筆してこれが一番強いみたいなのはないんですけど、まあ強いて言ったらムーランなのかな。まあ、そんなぐらいの、まあ、そのビビたる差ぐらいなんですけど、まあ、こういう違いがあります。続いてはグリムとキーダとローズです。この3体のツムは全員スキルが一緒なんですけど、まずローズが十字消去があって、でキーダがスキルマックスは6秒で一緒なんですけど、キーダだけスキル1の時は4秒なんですよね。スキル1の場合はキーダの方が長いです。でグリムはスキル1だとこの2人よりも必要ツム数が軽いです。ローズが25でキーダが23なんですけど、グリムは21と少ないです。僕は低スキルでプレイしたことはそんなないので、まあ、これといって、いやこれが強いみたいなのは言えないんですけど、まあ、スキルマックスって言うんだったらそれでもやっぱりローズが強いですね。はい、というわけで、共存する、同じスキルなのに共存することができている神調整ツムたちでした。まあ共存できてるっていうのは完全に僕の主観なので、はい、あしからずです。お願いします。まあ大体のツムたちってこう劣化がひしめく世界じゃないですか。まあ、その中でもまだこうやってこう運営さんの細かい調整でこういろんなツムたちが魅力的にこう光ってるっていうのは本当頭が上がらないので、この動画を作るにあたってこう運営さん頑張ってるんだなっていうのがちょっと伝わったんじゃないかなと
思います。というわけで今回の動画は以上です。それでは。